って亡くなった方がおられると、なんか結構なんか何十人も亡くなって火事で。これ中に入るのは危険かもしれないですね、うん、ここ多分さっきの体育館にも多分老朽化が進んでます。うわこれ上から落ちてんだな。危ないな。とある山奥に来てんですけど、ここにその廃墟というか廃学校ですかねがあるということで今日来ました。今日レオ久しぶりの登場ということ でちょっとね試験ちょっといろんなちょっと試験がちょっと空いたんで今日からちょっと復活ということで、ね、はいよろしくお願いしま す, しいしますというわけでなかなかでもあんまりないよね廃墟行ったりするっていうか最近とか、ま、街ロケが多かったです ねやはりソーシャル的な感じでこういうね大自然の中でまだ誰とも会ってないですからね。今日会ってない、ね、多分誰もとも会わずに終わるんかなと思いますけど今日は早速ね、野山を駆け巡って、行こうかなと思います。よろしくお願いします。行きましょう。はい、うわぁ行ける？動物やね。動物の糞です。なんだろうねこれ。ウサギじゃないわ。ノウサギみたいな。ここね、本当。ノウサギかな。かもしれないですねこれ。やっぱそんだけやっぱもういろんなね動物がいるってことですよ。そうやな。これ道です。ねえ、なんか山の獣道を30分ほど歩くと集落に到着した。人の気配はない。なんか家がありましたこれ。使われてないですよ。うん。すごい廃村だねこれ。道に出たね。道に出ました。うん、これだけ何だこれ。いや立派な、立派じゃないけどちゃんと誰がなんかあるね。びっくりしたな。なんかお墓み、なんか記念碑、あ、供養の供養塔みたいな。今一緒なんかパッてなんか追ったような気がする。あ、なんかこの情報によれば、はい、これなんかまた新しく建てたらしくて、はいはい、なんかこれ祭り事をした時に火事が起きて、はい、ここも全焼、なんか燃えちゃって、で、ここで亡くなった方がおられると。なんか結構、なんか何十人も亡くなって火事で。で、多分その供養塔かなと。ここは、もともと小学校の分校であったが、その昔、映画の上映会で火事が起きてしまい、14人の方が亡くなり、その後、建て直されたそうです。いや、僕、今、パッて来た時に、なんか、人がなんか、いや人じゃないんですよ、人じゃないんですよ、なんか気配、ここになんかふわっておったような気がして、マジで、なんかね、ちょっとほんまに、そう、なんかそういうことらしくて、これもともと多分ここが運動場だったんだろうね。そうですね。開いてますね。開いてますよ。まあでもこれ多分閉まっとったのを無理やり開けたんだろうね。
空いてます。紹介しかね。はい、なんか多分中入らない方がいいかもしれないです。もともと多分製造してあったやつを無理やりこじ上げて、そうだね、これ。こうとかね、なんか入っとんで。こうそ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 う、中には本当はね、多分そうなんだろうねと。これ以上はやっぱり老朽化の関係もありますもんね。そう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 、上が崩れてきますよね。うん、はい。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。2000何年、いやでも多分これはいたずらでしょうね。あ、いたずらですね。来たよとか密業だみたいな。あ、結構見てください、これ。結構これ中に入るのは危険かもしれないですね。うん、ここ多分さっきの体育館にも多分老朽化が進んでますね。向こうとかね、はい、危ないですとかね。ちょっと入るのはちょっとやめていきましょうか。うん、ちょっと危険な。うわ、これ上から落ちてんだな。危ないな。最悪だ。はい、お疲れ様。お疲れ様です。どうでした今日は。いや、もうね、すごい、もう本当に、いろいろ、いっぱいついちゃって。くっつき虫っていうのかな。くっつき虫がね、すごかったです。はい、今日はちょっと廃校ということで。中は結構ね、あれですね、腐敗というか、老朽化がね、床が抜けたり、天井がね、落ちたりとかで。おそらく、その管理者がいないのかな、いないのかちょっとわかんないですけど、もう完全になんか解放されとるような感じで、うん、でここもなんだろうな、なんか結構車来た後ありましたね、うん、普通の道の一部になってんのかもしれない。ただこのなんかあんまりその価値がないから、まあこんな感じでね放置されてるのかなと思います。はい、今日はこんな感じでちょっと。でも本当なんかこれ見てなんか本当遊びに来るっていう人がね、まあいいと思うんですけどね、やっぱちょっと危ないのはちょっと危ないんで、やっぱりさっきもイクラとか崩れてたんでちょっと危ないかなと思うんです。これもう上やばい、河原とかも落ちてきてるんで、危ないです本当に、ね、こうやってちゃんとやっぱね安全をはい、いうわけでよろしいですか。いや、そうです。はい、じゃあまた。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。